ショパンの特徴的なペダリング。一つ目は息の長いペダリング。これはノクターン第8番編に長調サビ27の2のノクターンです。初めに踏んだら1,2,3,4 4小節間ずっと同じペダルです。同じハーモニーが続くところは一つのペダルで通す。こうすることで息の長い旋律が生み出される。ショパンの特徴的なペダリング。二つ目は弱拍からのペダリング。いわゆる強拍、弱拍、弱拍、強拍で踏むと私たちにとってはとても分かりやすくてやりやすいんですけれども、弱拍後の拍の方で踏み始めてそのまま次の小節へまたがったりします。どういうことでしょうか。例えば舟歌 A 調調作品60、弱拍なんですけれども、拍の一番終わりのところで踏み始めて次の拍の頭はそのままです。いつも最後のところで踏むんです。で、ここの左手のラインもそうです。ショパンはどんな狙いで弱拍からペダルを踏むよう指示しているのか。どの音を響かせたいか、どの音から響かせたいかということで決めてるわけです。それが弱拍からだったら迷わず弱拍から踏むわけです。つまり響かせた音は全部一緒に響きますから同じハーモニーなわけです。ショパンはいつも同じハーモニーで行っているところは一つのペダルで行きたい。